なんかね、これすっごい、これ五尺刀っすか。はい、五尺刀ですって、初めて見ました、こんな長いの。五尺っつうことは、まあ、使合わせると多分180センチぐらいあります。これ抜刀斎の身長と同じ。これすごいっすね。ちょっとね、抜いてみましょうか。これ入れんのも大変っていうね。これです。あ、入らない。よし、どうすか、佐々木小次郎みたいじゃないですかね。じゃあ抜いてみましょう。これ以上抜けないですね。じゃあちょっとね、俺には秘密兵器があるんで、まあ、これ刺したら抜くの大変なんでね、こうやって持ち歩いて、例えば敵が来たとしましょう。ほら抜けたでしょ。なんで抜けたか分かります？マジックス、マジック。いやでもこれすっごい、これでちょっとはっしなる。あ、じゃあ納刀します。どうです、納刀できましたよね。というような冗談で、ちょっとねマジでこれ抜き刺し本当に やりたいんで、ちょっと頑張ってみます。さっきね、関先生に教えてもらったんですよ。でもできるかな。そう、ずっと掘ってる。以上です。